本日もご飯の時間がやってまいりました。今日のメニューはですね、テレビでやってましたあるものを一つ加えるだけで誰でも簡単にパラパラのチャーハンが作れる方法というのがあったんですけれども、本当にあるものを一つ加えるだけで誰でも簡単にパラパラのチャーハンが作れるのか検証してみたいと思います。それでは参りましょう。ご飯キッチンレッツゴー。はい、それではね、早速作っていきます。まずご飯なんですけれども、これが炊きたてご飯約 300g、それと焼き豚で卵2つにいつものマキシマムスパイス、これはねいつも通り塩コショウで代用可能です。あとねネギをちょっと散らせて、で合わせた上に乗っけるね生姜、それとあるものを加えるとって言ってたのがマヨネーズです。マヨネーズが大さじ2、これを使います。それではね作っていきましょう。はい、突然ですがここでクエスチョンです。慌てん坊の郷さんは調味料を一つ忘れています。それは一体何でしょうか。勘のいい方ならもうお分かりですよね。はい、それではね洗ったネギを切っていきます。続きまして焼き豚も切っていきます。これね切れてるやつ買ってきたんで、ちょちょいと切ったらいけると思います。はい、続きまして、じゅん、ご飯を出そう、入れて、ここにマヨネーズを加えます。そこにね、卵を入れるんやけど、ちょっと よく混ぜます。あ、なんかもうすごい美味しそうな匂い。はい、それではねこれを焼いていきます。もうちょっとね、いっぱい入れたかったんやけど、カセットコンロの火力とフライパンが小さいんで、これぐらいが限界かもしれないですね。マキシマムスパイスで味をつけます。はい、ある程度ね、火が通ったらさっきのね、これチャーハンとたっぷりのネギを加えます。ガショッといきたいとかやねんけど、ちょっとフライパンが小さいんで。あ、忘れてました。ちょっとね一旦火を止めて醤油を回し入れていきます。はい、正解は醤油でした。正解者の方いらっしゃいましたでしょうか。外れた方は残念ながらボッシュートです。もう一回火つけて、完成しました。どうでしょうか、ピンと合うかな。もういつもの通り顔に2 こう、はい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 、ここね、はいはい、ピンと仕事してよ。こんな感じでまあね写真撮ってあるんで、それで確認してください。
それでは早速いただいてみましょう。確かに、うん、うまい、うん、パラパラ、おいしい、うん、最後ね、醤油かけた時にちょっと固まったかなと思ったんやけど、全然パラパラですね。ごちそうさまでした。はい、本日のですね、たった一つ加えるだけで誰でも簡単に作れるパラパラチャーハン、検証結果は、大成功ということです。なんでパラパラになるかというと、おそらくなんですけれども、お米一粒一粒にマヨネーズがね、絡みついてコーティングされてくっつくのを防いでですね、卵もね、一緒に混ぜることでマヨネーズと卵の層ができてパラパラに出来上がるんじゃないかなと思います。またね、今回もかなりの時短料理となっておりますので、お時間のない時など一度試してみてはいかがでしょうか。はい、本日の検証料理は以上となります。この料理役に立ちそうだったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴーム B5 でした。グッ。